皆さんこんにちは。数々の伝説を残した日本が誇るフィギュアスケーターの羽生結弦選手、プロ転向は話題になりましたが、羽生さんの結婚発表はもっと話題になりましたね。数字の1にこだわる羽生さんらしく、夜11時11分に自身の X 旧 Twitter で報告文が投稿されました。ただその中で結婚について触れているのはたった1行だけでした。他はスケートについてと周囲への感謝を綴っているのみといった羽生さんらしさあふれる報告でした。発表当時、結婚相手や誰と一緒に住んでいるのかと話題になりましたが、週刊誌によるとその相手が元バイオリニストの末延真由子さんではないかと言われています。結婚相手が末延真由子さんであることは母親の証言からも確定しているようです。そこで今回は末延真由子さんが妻と言われる理由や二人の馴れ初め、母親の証言などについて紹介していきます。羽生結弦さんは2016年に熱愛を報じられています。その時に噂になった高校の同級生などが結婚相手だろうとファンの間で考察されていました。他にもネット上ではお相手が誰であろうが本人同士が好きで結婚したならそれで良いと思います、末延真由子さんのバイオリンが懐かしいな、 FAOI で羽生結弦さんと共演した時の演奏はすごかったななどの声が寄せられていました。8月17日発売の女性セブンでは結婚相手が仙台の一般人とも掲載されました。結�婚を発表する約1年半前、羽生結弦さんの生活にはある大きな変化がありました。もともと家族と一緒に自宅で暮らしていましたが、仙台市にある高層マンションの最上階の隣り合った2部屋を羽生結弦さん自らの名義で購入しています。そのため生活の拠点も高層マンションに移しています。今思うとこの急な引っ越しは新婚生活を想定したものだったのかもしれません。羽生結弦さんの結婚相手を週刊誌が羽生さんより8歳上の美女で元バイオリニストの A 子さんですと報道していました。その相手が末延真由子さんという方です。羽生さんが1994年12月7日、末延さんが1987年3月13日です。週刊誌が発表した年齢差の8歳差は合致しています。他にも羽生さんと末延さんの共通点があります。末延さんはバイオリンを4歳からスタートし、羽生さんもスケート人生が始まったのは4歳だそうです。幼少期からバイオリンやスケートと全てを捧げてきた2人ですから、共鳴する部分も多く気の合うこともあるんでしょう。松延さんはコンクールにも出場した過去を持ち、芸能界事務所に所属し音楽番組や CD のリリースもしていました。著名なアーティストとのコラボも豊富です。末延さんは世界に通用する唯一無二の存在を夢見て、クラシックという枠にとどまらず、ポップスや演歌などジャンルを問わず積極的にジャンルの違う楽曲に挑戦し、新たな道を切り開いていました。羽生さんも22年7月のプロ転向後、前人未到の東京ドームでのアイスショーを実現させるなど、まさに唯一無二の存在です。バイオリンとスケートというそれぞれ別のものですが、同じ場所を目指していたのですね。東日本大震災が起きた時は2人とも被災地のためになる活動を積極的に行っていました。羽生さんは昨年3月11日には震災当時に遺体安置所だった場所で人々に希望を届けるべくアイスショーを開催しました。そこでは被災地について考えていくことが自身の使命だとも話していました。羽生さんの圧巻のアイスショーは人々を勇気づけました。末延さんは東日本大震災が起きる前の10代の頃にコンクールで仙台を訪れていました。このような経緯もあり、震災の翌年に行われた復興支援イベントに参加したり、末延さんの地元で行われたチャリティーコンサートにも出演しています。復興イベントでは東日本大震災復興支援ソング花は咲くを披露しました。その演奏に涙を流す人もいるほど、これからの東北に向けた心のこもった渾身の一曲でした。羽生さんもこういった姿勢に心打たれて末延さんに惹かれたのかもしれませんね。末延さんが結婚相手と言われていた一番の理由が、恋人と話すほどのバイオリンを引退されたことです。末延さんは22年11月以降、イベントやコンサートへの出演が一切なくなりました。それと同時期に SNS のアカウントやホームページも全て削除されています。実際に末延さんが所属していた古舘プロジェクトのホームページを確認してみると削除されていました。引退コンサートなども行わずに、ひっそりと表舞台から姿を消したのは、羽生さんをサポートするために恋人のバイオリンを引退したのかもしれませんね。
次は結婚相手だと言われている末延真由子さんの経歴について紹介します。4歳でバイオリンを始め、大学時代は指揮者の小澤征爾さんやバイオリニストの宮本恵美里さんなど一流の音楽家を輩出している東邦学園大学に進学されます。東邦学園大学卒業後は光永俊彦氏、辰巳明子氏に師事していたそうです。卒業後はクラシックだけにとどまらず、ポップスや演歌などジャンルを問わず積極的にジャンルの違う楽曲に参加されていました。自身がパーソナリティを務める FM 富士のハストーリーでは毎週アレンジした曲を流していました。2012年にはジャパンフェスティバルインロンドンに日本代表アーティストとして出演しています。とても活発的に活躍されていたのに急にバイオリンをやめたのは羽生さんを支えるためだったんですね。そんな二人の馴れ初めが気になる方も多いと思います。調べてみましたが、羽生さんと末延さんの具体的な馴れ初めは公開されていません。ただ羽生さんと末延さんは2019年5月に開催されたアイススケートショーファンタジーオンアイス2019で共演されています。もしかしたらこの共演がきっかけで交際に至ったのかもしれませんね。ネット上ではスケートと結婚したとまで言われたほどスケート一筋だった羽生結弦さん、あまりにベールに包まれた結婚発表にお相手は誰かとファンの間で騒がれました。その気になる結婚相手について末延さんのお母様が話していました。9月中旬の夜、帰宅してきた末延さんのお母様が突撃取材を受けました。お母様は末延真由子さんによく似た雰囲気の気さくな女性だったそうです。末延真由子さんのご結婚おめでとうございます。末延真由子さん結婚されましたよねと声をかけると驚いた様子で、はい結婚しましたよと答えました。末延真由子さんの結婚は認めています。しかし羽生さんについては詳しいことはよくわからないんですよ、ごめんなさい、いつかお話できればと明言することはありませんでした。ただ末延真由子さんのフィギュアスケート愛は深く、口を開けばスケートのことばかりだそうです。明言はされていませんが、末延真由子さんが結婚相手だということは間違いなさそうです。いかがでしたか。羽生結弦さんの結婚相手は元バイオリニストの末延真由子さんでした。末延真由子さんはバイオリニストとして活躍していましたが、スケートにも関わりが深く、羽生結弦さんにとって最高の奥さんです。末延真由子さんは今年の春頃に仙台での生活を始めています。もしかしたら結婚を発表する約1年半前に購入した高級マンションで2人で新婚生活を楽しんでいるのかもしれません。近々お子さんが生まれるといった嬉しい報道をあるかもしれませんね。羽生結弦さんと末延真由子さんがこれからも末永く幸せに過ごせることを願っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。